プロビデンスの目説理とは、創造主である神による、非創造物への計画、配慮である。説理は、古代ギリシア語では、パイローニューヨタアルファー、ラテン語では、プロビデンシャ、英語では、プロビデンスにあたる。ラテン語のプロビデンシャは、動詞のプリバディアから来ており、プロビダー、すなわち、予見を意味する。キリスト教での、説理は、予見とそれに伴う配慮という意味で用いられ、 英語であれば、プロビデンスと通常、五島が大文字にされる。節理の観念は、古代ギリシアや古代ローマにおいて、特にストア派によって展開された。ストア派哲学を学んだ、第16代ローマ皇帝、マルクス・アウレリウス・アントニヌスは、その著書、自生録において、神の語法は節理に満ちていると述べている。また、新プラトン主義の代表的哲学者であるギリシアの、 プロクロスには、摂理、運命と自由についてや、摂理をめぐる十のアポリアについて、等の著作がある。キリスト教においては、摂理は、人生の出来事や、人間の歴史は、神の深い配慮によって起きているということで、聖書に基づいたキリスト教の人生観を、言い表している。ヒンドゥー教、仏教の、因果、行、カルマ、また、イスラム教の、運命。 アンダーの意志と比較することによって、その概念の特徴を浮き立たせることができる。神の説理という考えは、カルバン主義として知られる、ジャン・カルバンの考え方に見られる。カルバン主義では、人間の堕落ぶりと、神の偉大さが指摘された。カルバンによれば、神が作った世界と人間は、神の意志や説理によって導かれている。神が人間に自由意志を与え、 人間は個別に判断することが可能になったものの、我々人間の認識能力の不足や様々な幻覚によって惑わされ、神がもともと我々のために定めておいた計画を人間は放棄してしまっているのだとされる。この考え方では、摂理は予定と結びついている。カルバンの摂理の理解はイスラム教の運命の概念に近く、カルバンよりも 神の愛の支配と人間の意志との関わり合いを柔軟に捉えるウェスレアン・アルミニアン主義から批判を受けている。人生の所持、また、世界の歴史の背後にある神の説理、また、それと関わっている神の意志について考えるとき、以下の二つを区別することが、その理解のために大切である。すなわち、説理という考え方は、カルバンの後も、例えばピューリタンによって用いられている。 現代でも多くのプロテスタントの教派によってそれは継承されている。例えば、バプテスト教会や、長老派教会などである。キリスト教のエヴァンゲリストの中には、聖書の中のいくつかの節の解釈を通して、現在の出来事を理解したり、将来起きるであろうことを予想しようとした者たちもいる。このような、エヴァンゲリスト流の聖書解釈の行為は、 彼らにとっての神の完璧な言葉である聖書を理解することで、摂理つまり神の計画を知ろうとする行為だったのだ、と見ることができる。摂理という考え方は、1620年には、摂理を人間の改良、再生、そこから生まれてくる救いに関わる神の秩序の法則と定義し、神はその法則に反しては働かれることはないと論じた。 スウェーデンボルグは神の摂理はもっぱら人間の救いのために働いており、その働きは人間に関わりを持った個々のあらゆる事柄において永遠に至るまで続くとしている。ゆえに神の摂理を理解するためには神が人間の救いのために展開のみでなく、地をも創造されたことをまず理解すべきだとした。神学者カール・バルトによれば神の摂理とは 神によって創造された人間の歴史が問題の中心となる。すなわち、作られた人間の生涯における神の全能、神の支配する知恵、慈愛、保持が問題となるのであるとされる。摂理という言葉は創世二22時14分のアドナイエレに由来する。また創造においては創造者と被造物の間の関係の基礎づけと始まりが問題となり、摂理においては、 その関係の持続と歴史が問題となる。創造の行為は、一つの特定の最初の時間において、出来事となって起こる。他方、摂理の時間は、その終わりに至るまでの事与の時間全体であるとバルトは、創造と摂理の関係について説明している。大木秀夫神学者、大木秀夫は、摂理を、偶然性との関係から論じた。大木は、久喜修造ら哲学者が、 キリスト教における、説理を一種の決定論、必然論とみなし、偶然性は存在しないと考えていたことに対し、クキラ哲学者が、説理の教理自体を誤解していると批判している。大木は、キリスト教においては、偶然性を、ただ観察するのではなく、偶然性にある根底に目を向けようとし、偶然性の真相を突き詰めると、結局、説理の問題に突き当たると主張している。 その例として、宗教改革者カルバンが、キリスト教公用において、偶然的、奇跡的な出来事との関連で説理を理解していることや、詩人のミルトンが、初期の詩、コマウスの中で、あの力、それを、人は誤って偶然と呼ぶと歌ったことを挙げている。山本は日本キリスト教団の牧師で、関東学院大学及び、玉川大学で教授であった。 山本和は,は、摂理の原理は、神の、あらかじめ見ること、あらかじめ配慮すること、と説明している。プロビダーの語源は、創世記で、アブラハムが息子、イサクを神に捧げることを止められた時、偶然発見したお羊を代わりに捧げ、神備えたまわんと言ったが、この句が、ラテン語の聖書では、デウスプロビデットと訳されたことに由来する。すなわち、神が、人間のために、 その知恵とお心によって、被造物の存在と持続のために必要なものを予見し、あらかじめ備え、配慮することが、節理であるとする。それはマタイによる、福音書で、イエスが語った、空の鳥を見よ、ま、ずからずらに収めず、されどナンジの天の父はこれを養いたまう、まして、ナンジラー親という言葉からも伺える。人間は、他の被造物以上に、 あらかじめ配慮されているというのである。また、山本和は、創造に続いて起こる、継続的な神の管理、歴史が、摂理だと主張する。創造者と秘蔵物の関係は、創造においては、前者から後者への一方的な関係であるのに対し、創造後の摂理においては秘蔵物が、創造者の知と意と行為に参与する、相互的な関係であるとしている。すわなち。 キリスト教においては、神の定めた絶対的なお心、創造以前からの救いに関する決定を予定とし、そこには人間の自由が参与し協力する余地はないとする。一方、説理は人間の自由意志が介在し、人間が協力し得る領域における神のお心を指すものであるとする。セリザはコ次郎神と魂の救済について深く探求した文豪。 芹沢孝次郎は自然科学的な法則を含めた神の配慮に満ちた道徳的な意志を説理として捉えた。キリスト教でいう説理とは一般的には宇宙及び歴史を一定の法則あるいは計画に従って支配すると考えられる心的原理のことと言えるが芹沢の説理の概念はこれを含むものだった。芹沢は文学は 物言わぬ神の意志に言葉を与えることだと捉え、神シリーズと呼ばれる神を題材にした作品を数多く世に残した。芹沢の神見には、キリスト教でいう、摂理の概念が多分に影響している。比較、ありがとうございます。